グルドンは、フランス、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン。フランスの最も美しい村に登録されている、コミューンの一つである。地上から近づくに容易でない岩山の上のある、グルドン・グルドンの村は、標高760メートルの目も眩むような山の頂上に腰掛けるようにしてあり、流側の谷を見下ろす。この地形から、カノスと呼ばれる。 グルドンの村は、その戦略的な位置によって千年もの間他に例を見ない天然の防御の地であった。村の軍事史は、二重の壁を備えたローマ時代の駐屯地やとオッピドゥム、そして広場の北側を守るとを備えた壁しか残っていない。ロマニスク様式の門は村への行き来を保障するもので、あったが二十世紀初頭に壊されている。中世の城は年から、 一般公開されている。一部の歴史家たちは、現在の村の位置にはかつて城があったと信じている。当時の村はここから2キロメートル離れた、現在の3番山礼拝堂の近くに見られるが、現在は廃墟となっている。初めてこの地について触れられたのは1035年、ゴーオ王ンとして出会った。プロヴァンス博によって12世紀に再建された城は、9世紀、10世紀に、 建設された城を基盤としていた。1235年まで城は、プロヴァンス博のものだった。やがて、プロヴァンス博レーモンベランジェ4世が城を寄付した。1235年4月、グラース・ドバール家が城を財産とした。教会の皇人ナポリジョバンを序盤な一世の死によって、彼女が兼ねていたプロヴァンス博くらいの継承危機が起きた。エクス同盟の都市たちは、ルイ一世。 弾獣に対して、ドゥラッツォコ・カルロを支持した。その後1387年10月、エクスアンプロバンスは、カルロ支持者、グルドン・領主エリオン・ド・ビルヌーブのもとへ急いで集結し、従った。彼は、数年間カルロを支持し続けたが、エリオンは、バレー無領主、ロクブリヌー・主である弟二人と共に弾獣派に、加わった。そして1388年1月、ルイ・一世。 男獣の未亡人、マリード・ブロワシャティオンとの間に和平憲章を締結、当時10歳であったルイ2世、男獣に真珠を誓った。1389年、グルドン領主の位は、婚姻によってビルヌーヌ・フレヨスク家へ渡った。1469年、ルイド・ビルヌーヴは、村の住民たちから真珠を受けていた。1495年、フランスシャルル7世は、 領主の権限を確認した。1550年、婚姻によって、アスプルモンのボリリオ抜けに城が渡った。村の中心部グルドン城ユグノー戦争時代の1584年、カノの領主アンリシャルルド・グラースはリーグ派に抵抗した。1598年、アスプルモンは、領主権を12000駅で、ルイド・ロンバールへ売却した。 ルイド・ロンバールは古い城を壊し、1610年に再建した。教会に付属されていた礼拝堂は村の教区教会となった。1653年、城に2階が付け足された。1654年、グルドン領主はガブリエル・グリマルディを妻に迎えた。フランス革命時代、ジョーシュ・ジャンポール一世イ,イド・ロンバールは自由思想の持ち主だったので、 応答派に加わらなかった。城は破壊されずに塔が低くされて残され、2階は壊されたが1階が残された。1815年、進軍してきたオーストリア軍が城に被害を与えた。1809年から1820年まで、ジャンポール2世とロンバーールが、グルドンの主張を務めた。1820年に、ジャンポール2世が亡くなると、 桃園のビルヌーヴ・バルジュモン公爵が城を相続した。彼は城を荒れた状態で放置した。1891年4月19日、イギリス女王ビクトリアがグルドンを訪問した。女王の名は海岸までのパノラマが眺められる村の広場に残っている。1907年11月22日、ルーキョー国で道路建設作業中に落石が発生し17人が死亡した。 建設作業が終了するまで、すべての交通は村に通じる日本の狭く険しい、山道を通るしかなく、荷物は家畜の背に乗せなければならなかった。1909年4月28日、フランス大統領アルマン・ファリエールが首相ジョルジュ・クレマンソーに伴われて、グルドンを訪問した。1918年、アメリカ人女性のリス城が、グルドン城を購入した。彼女は城を、 元の状態に復元するよう努めた。1944年8月24日、ドイツ軍がプロバンス鉄道の橋であるポンデュールーを爆破した。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。